DITLE、アレクサンダー、グラハム、ベルの名言、チャンスと扉をノックする機会についての洞察、VOIC、EOVER、異例の発想から確信が生まれる。それはアレクサンダー、グラハム、ベルが私たちに教えてくれたことです。挑戦という扉の前で多くの人がためらいます。しかし、その扉をノックする勇気を持つ者だけが新たな世界を切り開く機会をつかむのです。 VOIC、EOVER、 扉をノックする機会はしばしば仮装してやってくる。そして多くの人がそれに気づかず働きかけるものとして忍び越させてしまう。この言葉は私たちに恐れを乗り越え可能性に目を向けるよう促します。機会は必ずしも明白な形で現れるわけではない。それは往々にして困難や努力を必要とする服を着て私たちの前に立ちはだかるのです。 V を廃止、 EOVER、 迷い、不安、そして絶望、これらの感情があなたの進路を迷させようとしても機会が訪れた時は遠慮なくその扉を叩きなさい。アレクサンダー、グラハム、ベルは電話という革命的な発明で世界を変える前に電話の研究と実験に没頭しました。誰もが拒絶するような、あるいは気づかないような小さな機械を見つけ出したのです。 VOIC、 EOVER 層、アレクサンダー、グラハム、ベルのこの名言は夢を追い求める全ての人にとって強い影響を与えるメッセージなのです。失敗を恐れず、リスクを引き受け、未知なる扉の向こうへと一歩踏み出しましょう。そうして初めて意外な発見が待つ未開の地に足を踏み入れることができるのです。 VOIC、 EOVER 変化を恐れず、逆境に立ち向かう強さを持ち、途方もない工夫を凝らして夢を現実に変える。それがアレクサンダー、グラハム、ベルが残したい訓です。扉は目の前にある。今、あなたがそれをノックする時間です。その1。